はい、今日もあなたと大百姓天国、本日は1月10日水曜日ですか。はい、水曜日ですね。ちょっとね、午後になって雨がパラついてきてね、刃物の種まき、刃物トンネルをね、やろうかと7番手ですかね思ったんですけど、雨が降ってきちゃったらね、もう無理して種まきをしてもね、指先がもう濡れちゃうとね、こうやって直まきできないんで、急遽ね、午後からは午前中さっきねジャガイモやりましたんで、午後からはね、今日研修生の人が来てくれてたんで、ナスの片付けね、はい、来ましたね。ナスの片付けをしておりますよね。今年はでもね、一番向こうのバナナピーマンはそこそこ取れたんですけどね、今年はナスはあんまり本当にね、途中まで良かったんですけどね、ほとんどねまた病気でどんどん枯れてっちゃいましたんでね、いや2年連続ダメだったんでね、ちょっと来年は場所を変えてね、ちょっと戦略を考えてるんですけど、よいしょ、もう途中でどうせできないやと思ってね、もう秋口ぐらいから穂かたしにしちゃったんだね。でもこうやってどうせね、冬に寒さ当ててから枯らしてから片付けようということでね、でもう1月ですから片付けに今入ってるんですけど、それでもこんだけね、やっぱりね、完全にはやっぱりこっち三重県はやっぱ暖かいから、こう完全に何もなくならないんですよね。まあこんな感じですよ。ということで、またパッカーの回収とこのフラワーネットね、はい、こんな感じでやっております。あーちょうど、ね、これ隣にあるのがこれね、春人参の一番手ですね。だいぶ大きくなってきてますね、予定通りですけどね。3月から出荷が始まるということで、よいしょ、まあ、今度のね1月21日ね、講演会がありますのでね、まあ去年来られた方は今年は来ないんだと思うんですけど、まあね、その講座の話とかね、あとまあ私がやってるね、オーガニック自然栽培と私はね称してやってるわけですけど、その話もねを中心にするんですけど、ただやっぱりね、全員が全員そのね講座を、もちろんね講座を受けてほしいから講座の話を中心とした講演会やるわけですけどね、それ以外の話ね、もうやっぱり何かね、せっかくですからと思ってね、もちろん僕のことをね存じ上げないね、知らないっていう方もたくさん来られると思いますから、なんかねやっぱりこうせっかくですから、多少ためになる話って言ってあれですけどね、私にためになる話ができるかどうかは分かりませんけどね、何かやっぱり話したいと思うよとなるとね、やっぱりなんかね、僕の感覚からするとね、やっぱり今こうね、この時代でやっぱりね、百姓を田舎で30年やってきた僕から何を伝えたいかって思うと、やっぱりね、皆さんこの田舎に行ってね、いつも言うことではあるわけですけど、どうしても東京にいなきゃいけないですかっていう話なんですよね、はい、あなたどうしても東京にいなきゃいけない人ですかって話ですよね。もちろん別にね、皆さんがどこで暮らそうが何しようが勝手ですけど、もしかしたらね、あなたが本当にやりたいことの、あるいはね、ね、大学出て就職してずっとね、気づいたらもう40ぐらいになっててね、もうね、私もそうでしたけどね、田舎から上京してきてさ、いろんなことがあってね、で働いて頑張ってきたけど、ふと気づけばね、40ぐらいになって、あれ、これで俺いいかなみたいな、私このままでいいのかしらみたいなね、もしそういうものがあるとすれば、ちょっとね、自分の人生を考え直すときに、田舎って生きるということも、もしかしたらね、人によってはね、よろしいんじゃないですかっていうことですよね。全員が全員もちろんね、田舎暮らしをした方がいいなんてことはもちろんないわけで、10人のうち1人か2人ぐらいはもしかしたらね、ずっと私これパソコンの前に座ってね、このまま40、50とね、でもしかしたらね、お一人でね、の男女が、これからだって40代50代の3人に1人は独り者なわけですよね、はい、となってきた場合、別にね、自分がどこに行って何しようが勝手だってことになれば、東京にいなくてもよくないみたいなね、東京の暮らしがね楽しければね、
都市の暮らしが楽しければまあまああれなんでしょうけど、なんかね年取ってきたら別にキラキラとした繁華街をねもう楽しむ年でもないとかね、まあいろいろだと思います、その辺はね。なのでもしそういう意味ではね、あのちょっと田舎に行って何かねこうやって、野菜を作ってみたりとかね、ちょっとした何かこう自然のいい環境のいいところでね何かこうやるみたいなことを考えられるのはどうですかとね、そういうことをね少しお考えになったらいかがですかみたいな話をねちょっとしてみようかなと思うんですけど、どうですかね。思うんですよね、まあ僕は30過ぎてからこうやってね年を捨ててこうやってまあ農業をね専業でやってるわけですけど、なんでしょうね、僕はもう明確にね30過ぎて分かった思ったことはね、都市はダメだってことだったんですね。何がダメかって言われると難しいけどね、何かやっぱり何かを作る人生をしようと思うと都市においての作るっていうのは僕にはちょっと無理かなというのはあったんですよね、はい。なのでね僕はもう都市を捨てちゃった人間なので、またちょっとねそこまでハードにねやるっていうのは難しいんだろうなとは思うんですけど、だからまあ僕はねそうやって専業になるしかなかったんでねあれですけど、そこまでハードなね田舎暮らしを推奨するわけではないにしてもね、特にねコスト面的な意味で言うとなかなかねもしかしたら給与もね年収も上がらないっていうようなことで言うと、それでね手取りね20万でやっぱり豊かになるっていうのはおそらく都市においては相当難しいわけじゃないですかね。でそういう意味ではねコストの低い田舎に行くというのは一つの選択としてありだろうっていうのは言えることは言えるんですけどね、まあまあその辺はね、まあだけどその田舎にパラダイスはないっていうのもまたこれ事実でしてね、それは私が常日頃言ってるじゃないですか。ただね私のようにこうやってゴリゴリのその専業農家にねなってやっぱり土地だとかいろんなものが絡むとねやっぱりちょっと田舎の人もね目つきが変わってきますんで特にねその田舎の人はやっぱりその土地やその何て言うかな何かにその対する執着は都市の人が思う以上にその執着あるんですよね。その家だとか何か分かりませんけど、それをねそういう何て言うの地雷を踏んじゃうとねちょっとえらいことになっちゃうんですけど、という話でね、まあ憧れだけではあれですけど、でもね例えば別荘暮らしっていうね、私がいわゆる例えば農業をやらなければ田舎に行ってねなんかそういう古民家でも借りてあんまりその地域の人とも交わらずに暮らすっていうのを私は別荘暮らしって呼んでるんですよね、はい。多分だから世間一般のなんか日曜の夕方6時ぐらいからやってる地上の楽園って言ってほら西田敏行さんがナレーションしているなんかありますよね。あれであそこで紹介されているなんかこうね田舎でみんなで楽しく移住して夫婦2人で移住して楽しくって、あれってね僕から言わせると全部ほとんどがいわゆる別荘暮らしですね。厚生年金たんまり持ってね退職金もたんまりあるね、どっか一部上場の部長さんか専務さんまでやられた人がですよね、余裕を持って行かれるんだったらすごくいいと思うんですけど、であれはね一つのそのまあなんて言ったらいいですかね、まあ地元の人とまあ交わってるようで交わってはないんですよね、残念なことにね。で一つ例を言うとね、例えばある程度仲良くなってね1年ぐらいしてところであんた年金いくらもらってんだみたいな話をした時にね本当の金額言っちゃうとするでしょ、厚生年金2人でね夫婦2人で40万近くもらってるみたいな話をしたら多分次の日からえらいことになりますよ田舎の人はねみんな普通の国民年金でしょ、厚生年金と違う、そうしたら額が桁が違うじゃないですかってことになってくると、多分ね別に何か悪いことしたわけでもないけど
ね、ある日なんかあの病院の診療所に行ったら、ね、ひそひそと、ね、厚生あの年金40万の人ってことで次の日からねもう噂になるので、そういうところですから日本の田舎というのはね、はい、別に何か悪いことしたわけじゃないけど、そこでね距離ができてしまったりすることもありますから難しいんですよね。素晴らしいことなわけですけど、日本の田舎ではそういう意味ではね、その今言ったようなその嫉妬だとかいろんなものが渦巻いてる場所なので、その辺もしっかりね、はい、多分ああいうテレビなんかに出たりするとね、それがいいことの方には向かわないんですよね。私もそうですけどね、だから私はこうやって YouTube をやってたりとかっていうことは地元の人には知られないようにしているわけですよね、はい。それがいいなんかいい方向に転ぶということは基本的にはないので、まあまあね、はあ、今日午前中ねじゃがいもやってね、もうちょっとヘロヘロなんで、じゃがいもがね終わったら今度2月に入ったらもう間髪入れずね、里芋だから、このじゃがいもと里芋はね終わらないことにはね、よいしょ、まあまあだからね、日本の田舎はパラダイスではないですけども、なんかねこううまくやっていく方法さえもし見つけられればね、意外と楽しくね生きていける方法もないことはないですよという話もね少しさせてもらおうかなとは思ってるんですけどもね。で例えばちょっとした農地を借りるにはどうしたらいいとかね、はい、まあ農地の借り方とかね、もし聞いていただければいくらでも答えますけどね。よいしょ。ね、まだほら枯れ上がってないもんねこれね、生きてるでしょこれね、わかります、こうやってほら中がまだね生きてるからやっぱりあったかいんだよね。1月のこのね10日でまだナスが枯れ上がってないっていうのはね、いやいやって感じですけど、普通だったらねもう完全にカラッカラになっちゃうんだけど、まだまだですよね、はい。よこらせ、今日は寒いね、今日は寒いです、はい。ということでね、人参がね春人参がね3ベッドまで終わりましたね、はい。もうちょっとで半分いきますね。1月の終わりぐらいね、イベントの21日だから1月の終わりぐらいに次4本目まで行ったらね、それでようやく半分ですね、はい。ということで春のね作付けももうこれでね半分近くなって佳境を迎えておりますということでございますね。今日はね寒空の中研修生と2人でねナスの片付けをしておりますね。ね、なかなかこういう仕事はね、やっぱりこうやって研修生の人がいてくれないとね、一人ではなかなかね、こう、やる気にはならないんでね、はい、ということでございます。はいはい、以上です。皆さんもね、もうナス片付けられましたか？ねえ。はいはい。こういうのはね、3月以降、ね、農繁期に入ってきますんで、それまでにはね、もう全部畑ね、
綺麗にして3月以降のねバンバンの農繁期に向けてね畑を準備していかなきゃいけないという話でございました。はい、それではまた。